陰気な街、モーサル付近の小ネタや、見逃してるかもしれない要素を、10個ピックアップして紹介します。あなたはいくつ知っているでしょうか？ということで。ようこそ友よ。さあどうぞ。一つ目は、モーサルにいる魔術師、ファイオンに関するものです。ファイオンのクエストといえば、ドバキンの吸血鬼状態を治療するクエスト、夜明けの目覚めがありますが、実は他にも、ジャーナルに表示されず、かつバグで最後までプレイできない、ファイオンの秘密というミニクエストもあります。そのクエストは、深夜1時以降にモーサル近くの遺跡に現れる、ファイオンの行動を調査するというものなのですが、子供を生贄にしているとか、死者の心臓を食べているとか非難するつもりなら、話すだけ無駄だから黙ることだ。そんなことはしていないし、そのつもりもない。ただ平和な暮らしを望んでいるだけだ。なぜそんなことをしていると言われるように？モーサルの人々は真実を尋ねるより、他人について忌まわしい物語を作り上げる方が好きなのだ。無知なまま私を恐れることを選ぶなら、それは仕方ない。だがそれでも真実は変わらない。何をしてるんだ？何をしていようとお前には関係ない！なぜここにいる？後をつけてきたのか？直ちに立ち去れ！そしてこのことは二度と口にするな！なぜ秘密にしなければならない？お前には関係ない。それは確かだ。ただ、ここで私を見たことは忘れろ。黙っていてほしいなら費用がかかるぞ。なるほど。そう来ると予測すべきだったな。いいだろう。200ゴールドやるからそっとしておいてくれ。さあ、もう行け。仕事をさせてくれ。という感じで、このイベントを見た後に市長と話すと、次の選択肢が追加されます。念のため伝えておくが、ファイオンが何か企んでいるようだ。ああ、ファリオンね。いつも余計なことに首を突っ込んでばかり。今度は何をしでかしたの？彼は真夜中に、沼地に向けて呪文を使っていた。やっぱりただの夢じゃなかったのね。見たことがあるわ。対策を検討してみるわ。教えてくれてありがとう。このように告げ口すると、市長がファイオンを問い詰めに行きます。ここまでは修正パッチを入れずとも進むのですが、パッチを入れない場合、ファイオンを問い詰める際の会話が発生しません。次の映像は、モッドで修正パッチを入れた際のものになります。ファリオ、お前には失望したよ。これはどういう意味だ？いけないと知りながら、禁じられた場所を調べ歩いているね。すぐにやめないと、最後には嫌な思いをすることになるよ。わかったかい？私は、ああ、わかっている。という感じで、ファイオンが怒られて終了となります。何をやってるんだ？また、内戦でストームクロークが勝利していた場合は、ストーンヒルズにいたソルリが市長になりますが、彼女も同じようにファイオンに忠告しに行きます。この沼地で何か企んでるって聞いたわ、ファリオン。なんだ？これはどういう意味だ？あなたが何をやってたかなんて知りたくもないわ。二度とやらないで。出ないと牢屋にぶち込むことになるわ。わかった？私は、ああ、わかっている。このクエストはモッドで修正パッチを入れないと最後まで見れないので、知らなかったドバキンも多いかもしれません。ちなみに、市長に怒られてシュンとするファイオンですが、その後も懲りずに深夜にこそこそと怪しいことをし続ける模様。二つ目は、宿屋、ムーアサイドにいる、オークのルーブクに関するものです。彼は珍しいオークの吟遊詩人であり、闇の一等クエストでの暗殺対象にもなっているため、印象に残りやすいとは思うのですが、彼の内部データを見てみると、オーク要塞、ダッシュニクヤルの族長、バルブックの息子となっています。
しかも関係がライバルに設定されているので、ルーブクを殺すと。ずっと探してたんだ。あんたに直接届けるものがあってね。ちょっと待ってくれよ。手紙だ。これでよしっと。じゃあ行くよ。このように、バルブック族長から感謝の手紙が届く場合があります。宿敵を倒したお礼の手紙をもらった。いいぞ。一緒に仕事をするのはこれで終わりだ。という感じで、詳しく語られることはないのですが、ルーブクは、ダシュニクヤルを追放されていた可能性があります。多くのしきたりでは、族長の息子が成長して大きくなったり、族長が年老いて要塞を統率できなくなったりすると、族長と息子が一騎打ちをするのですが、そこで族長が倒れると、息子が次の族長になります。本来であればルーブクが、ダシュニクヤルの族長になる予定だったと思われますが、ルーブクは族長になって要塞を統率していくことよりも、金融詩人としての道を進みたかった。一方、ルーブクの父親であるバルブックは、多くのしきたりを守り、ルーブクに族長になってもらいたかった。しかしどちらも引かず、やがて口論となり、ルーブクは追放されたのかもしれません。ちなみに先ほども言ったように、ルーブクは闇の一等クエストで暗殺することになりますが、彼の父親である族長バルブックが、闇の一党に暗殺の依頼をしたかどうかは不明です。バルブックから感謝の手紙が届いていましたが、あれはライバルを殺すともう一方から感謝の手紙が送られてくる、という仕様によるもので、族長から感謝の手紙が来るからといって、彼が黒き生産をしたことを示すわけではありません。まあ、ナジルは次のように話していて、彼はだな、皆の意見によると、スカイリムで最悪の銀融詩人だ。その死を望む者が多すぎて、依頼人を決めるためにアストリッドはくじ引きをしなければならなかったんだよ。ルーブクの死を望む者は多かったらしく、族長がその一人である可能性ももちろんあるんですが、それにしても父親と不仲になり故郷を追い出され、そして多くの人たちからも嫌われ死を望まれているルーブクですが、本人に悪気はなさそうなところを見ると、彼はスカイリムでも屈指の悲しきキャラなのかもしれません。さて最後にせっかくなので、ルーブクの嫌われっぷりがわかるシーンを紹介しておきます。ジョナ、町の民は私のセレナーデを気に入っていると思うか？いいえ、彼らは違う。これからもね。お前が部屋代を払っていなかったら、とうの昔に追い出していたわ。ああ、でも結局は態度を変えるんだろう。今にわかる。彼らがまた来て、もうあなたのことを見たり聞いたりしなくなったとしても、別に驚かないわ。三つ目は、未使用アイテムに関するものです。モーサルの民家には、実装が想定されていたものの、何らかの理由で使用されなくなったアイテムが二つ見つかります。その一つが、ソンニールの家の暖炉の右側で見つかる、ミカエラのフラゴンというアイテムです。そしてもう一つが、ヨルゲンとラミの家で見つかる、ジェシカのワインというアイテムです。これらのアイテムの ID には、MS14 という英数字が割り振られていて、モーサルのクエスト、埋葬の ID にも、MS14 が割り振られているため、クエスト内で使用される予定だったと思われますが、どのような意図で用意されていたのかは不明。ミカエラもジェシカもゲーム内で登場しませんし、内部データを見てみてもそれらの NPC は見当たりません。埋葬のクエストデータを見てみると、いくつかのステップが削られているので、ジェシカやミカエラといった NPC が出てきたり、これらのアイテムを調べて犯人探しをするような、違う展開が想定されていたのかもしれません。四つ目は、市長の息子、ジョリックに関するものです。ジョリックは母親譲りの原始の能力を持っていて、時々道に迷うんだ。どこに行くのかよくわからなくなって、でも僕はここにいないんだ。このように救うまでも決めてそうなことを話してくるのですが、そんな彼も思春期なのか、ベッドの下を見てみると、エルダースクロールズでも屈指の人気を誇るエロ本アルゴニアンの侍女の第2巻が置かれています。アルゴニアンの侍女は1巻と2巻があり、
一巻は侍女が旦那様の槍を磨く話で、二巻は侍女のろで旦那様のパンを焼く話です。この本は、セラーナの母親であり、強大な吸血鬼である、バレリカも読んでいますし、ソルスセイムに住んでいるリークリングも読んでいるなど、幅広い層に人気がある本ですが、ジョリックがアルゴニアンの侍女の大人な表現を、理解しているのかどうかは不明。まあ、ベッドの下に隠すように置いているということは、彼はおそらく理解していて、寝る前にこっそり読んだりして、侍女とあれやこれやする夢を、たっぷりと見ているのかもしれませんね。五つ目はラミが経営している、錬金術師の小屋に関するものです。この二階の棚には、薬物として有名なスクーマが、三本置いてあることに気づいていましたか？まあ、これは彼女の販売物が陳列されているだけで、スクーマを購入すると棚から消えるのですが、彼女はスカイリムにある9つの使徒の中で、唯一スクーマを堂々と販売している人です。市長や衛兵たちは黙認しているのか、それとも、知らないだけなのかは不明。さてそんなラミですが、暇なことが多いから、いろいろと試してしまうの。大抵はうまくいかないけど、ついね。そして気がつくと、在庫をほとんど使ってしまってるの。ラミはこのように話していますが、彼女は錬金術が下手というわけではありません。実際、ソルスセイムの錬金術師、ミロールに教えたようですし。モロウウィンドを去った後、私たちはスカイリムに入った。少し歩き回って、モーサルに行き着いたわ。そこで一時的に町の錬金術師のラミと一緒に住んだの。彼女の研究に魅了されたわ。そして数年間にわたり多くのことを教わった。また、ソリチュードの錬金術師、アンジェリネも、ラミの錬金術の腕前を認めています。無理だね。ハーブに詳しいってだけだ。でもモーサルにいるラミなら力になってくれるはずだ。そのようにラミの錬金技術は高いようで、彼女が失敗しているのは未熟だからではなく、普通の薬を作ることに飽きてしまい、これまでになかった新しい薬の作成や、他の錬金術師がやらないような、難しいスクーマの生成をしていたからなのかもしれません。まあ、普通の人はスクーマを作ったりはしませんが、棚には狂気のデイドラコー、シオゴラスに関する本が2冊もあるので、もともとラミは変わり者なのかもしれませんね。ちなみにモーサルの北東にある、ウステングラブの入り口で死んでいる山賊のそばには、スクーマが置かれていますが、ここの山賊たちが、ラミからスクーマを入手したのかどうかは不明です。6つ目は、アルバの家に関するものです。彼女の家の周りを見てみると、やたらとベラドンナやデスベルが生えていることがわかります。ベラドンナは、お墓の周りによく生えていて、死を連想させるような花ではありますが、デスベルも同じく死を連想させる植物で、スカイリムの民間伝承によると、不運な死が起きた場所に成長したり、不注意な人間や動物を死に誘うとされています。アルバは吸血鬼でありアンデッドですが、そのことが判明するのは、モーサルのクエスト、埋葬を少し進めた後です。ただ、ベラドンナやデスベルが、死に関係していると知っていたのであれば、クエストを始める前から、アルバがヤバい奴だと見抜いていたかもしれません。次回作の TES6 でも、ベラドンナやデスベルが周りに生えている家があったら、そこに住む人間には注意した方が良いかもしれませんね。7つ目もアルバの短めのネタで、これはショート動画でも取り上げたのですが、吸血鬼になっている時に彼女に会うと、次のセリフを話します。ありのままのあなたを知っているわ。この町の血は私たちのものよ。出て行って。羊が狼を疑うといけないから、私たちは役目に戻らないと。このセリフは限定的なため、聞いたことがないドバキンもそれなりにいるかもしれませんね。八つ目は、モーサルの南東にある墓地に関するものです。ここに侵入しようとするや否や、スケルトンが一体襲ってくるのですが、墓地の中を見てみると、素人コンジュラーが死んでいます。彼のそばには勇気支配の杖が落ちていることから、おそらく先ほどのスケルトンを操ろうとしたものの、素人の彼には難しかったのか、スケルトンを操ることができず、
殺されてしまったものと思われます。台の下には、下級アンデッド退散の巻物がありますが、おそらく彼は自分が未熟だと分かっていて、有機支配に失敗した時に使おうと用意していたようです。ただ、パニクって巻物を使えなかったのか、台を割るほどの強烈な一撃を叩き込まれてしまった模様。ちなみに別の動画でも触れたことがあるのですが、モーサル付近は、死のエネルギーを発している場所らしく、特にモーサル東のクジェンスタップ遺跡には、そのエネルギーの源と考えられる、強大な霊魂が眠っているとされています。モーサル付近にはスケルトンに殺された彼だけではなく、多くの使用術師がいますが、死のエネルギーを欲する彼らにとって、ここら辺は魅力的なスポットなのかもしれません。ちなみに先ほどの墓地には、幻惑のスキルブック、黒魔術裁判があるので、近くに寄ったら忘れずに入手しておきましょう。9つ目もモーサル近辺での小ネタにはなりますが、モーサルの北、もしくは、ウステングラブの西に見られる遺跡にて、ここには見にくいのですが、埋葬壺が一つと、施錠された宝箱が一つあります。まあ、中身はしょぼいのですが、そのすぐ近くにドラウグルが2体、地面に埋まっていることは知っていましたか？このように草に隠れていて、色も目立たないので見つけづらいのですが、ドラウグルのうち1体は、隠密のスキルブック、聖なる目撃者を持っています。先ほども言ったようにドラウグルは見にくいので、見逃していたドバキンもいるかもしれません。ラストはモーサル北西の、とあるスポットに関するものです。ここには、簡易的なテントが2つ残されていて、ちょっと前まで人がいたような形跡があります。焚き火はすでに消えていて、その前には倒れた椅子と、血まみれの骨があるのですが、果たしてここで一体何が起こったのか。メモや日記などは残されておらず、原因不明の不気味な事故現場となっています。ベッドロールのそばには回復のスキルブック、大いなる旅が残されていますが、この本は、難病を患ってしまった小さな娘を救うべく、夫婦が娘を連れて、北の海に浮かぶ島に行き、そこに住む魔術師たちに治療を求めるという話です。ただ、その魔術師たちは、実は使用術師で、娘を治療するのではなく、殺して生き返らせたのです。さらに、アンデッドとなった娘にその夫婦を襲わせるという、ちょっとしたホラーな展開となっています。まあ、何でもかんでも本と結びつけるのもどうかと思いますが、もしかしたらここでキャンプをしていた人たちは、病気になった子供の治療法を探しにスカイリムに来たものの、たまたま通りがかった使用術師に騙されて、殺されてしまったのかもしれません。もしくは、近くを徘徊していた吸血鬼か、獣などに食べられてしまったのかもしれませんね。ということで以上、あなたはいくつ知っていたでしょうか？ファイオンのクエストなど、場合によっては再現が難しいかもしれませんが、見逃していたネタがあったのなら、次回プレイ時にでもチェックしてみてください。それではご視聴、ありがとうございました。